今日は、このコースを楽売りまくりステイ。うん、楽売りまくりステイには聞こえなかったな。1画面の謎解きコース、やっていきます。マリオ流の布陣か。壁キックとかも使ったりするのかな？あ、とりあえずこのコースが終わるまでは、私たちの立ち絵は消しておきます。さすがに1画面謎解きのコースで饅頭3人同時してると、何が何だかわからなくなっちゃうもんね。さてさて、メタ発言はこのくらいにして、まずはこのコースの情報を整理してみようか。まず、赤コインは全部で5枚あるんだぜ。最後に鍵付きドアに入るためには、パウブロックを持っていく必要があるみたいだね。で、その鍵ドアに行くには、Pスイッチを押してドアに入る必要があると。とりあえず、赤コインの回収方法から探っていくのがセオリーか？ファイヤーフラワーか。何に使うためにあるんだろう？ゴリゴリ用なんじゃないの？そんなわけはないと思うが、もしそうならそれはそれで新しいな。考え中。考え中。トカシキ君の答え、平成教育委員会懐かしいな。まあ正直、2、3回しか見たことないんだけどね。この甲羅を左上のところで投げたら、赤コインまとめて取れたりしないかな？うまく投げられたとしてもちょっと無理っぽいんじゃないかな。今回はやり直しになるだろうが、ちょっとでも情報を集めておきたいな。あ、やべミスった。でも今のところは壁キックで取るのは間違ってなさそうだね。それでは2回目の挑戦、開始します。さっきので分かったことって、結局何があった？甲羅は一番左のコインを取るのに使う。左から2番目は、壁キックで狙ってみる。他にはどうだ？ファイヤーフラワーは、ゴリを使用である。いや、それはどう考えても違うと思うよ。右下の方に、パックンが見えるだろう？あれをやっつけちゃうのにファイヤーがあるんじゃないかな？あそこはゴリ押しで行っても良さそうな気もするけどね。少しはゴリ押しから考えを話してくれ。壁キックで取ろうとしてるんだけど、思いのほかやりにくいです。はい、またカットかよって、文句を言った方はどなたですか？いつもご視聴ありがとうございます。またカットかなんて言ってもらえるくらい見ていただけて、私は嬉しいです。これからもくるくるくるチャンネルを、どうぞよろしくお願いいたします。まさかの感謝の言葉。もちろん、霊夢だけじゃなく、私と、マリサも感謝していますよ。そしてここは結局、普通にファイヤーで倒していくんだな。この先でダメージ食らっちゃうかもしれないし、安全第一です。視聴者の皆様、霊夢はいつも偉そうなことを言っていますが、本当はご覧のように、石橋を叩きすぎて壊してしまうタイプです。コナンの黒ずくめのボスと同じタイプだね。あとはピースイッチを踏んで砲台を落としたら赤コインを回収すればいいんだよね。さすがにこの辺まで来るとゴールまでの道筋がうっすらと見えてきたんだぜ。私まだ全然わからないんだけど。ヨウムちゃんはまだ押さないで力ねえ。仕方ないでちゅよ。なんか悔しい。皆様これは作営用の巨星を張っている霊夢です。そんなことないんだからね。私は天井チェンゲリエが独尊を行く女なんだからね。いつも控室で撮影中のことを公開して泣いてるよね。お願いします。もう二人ともやめてくださいませんか。ああ、もうゴールしたしこの辺でやめておいてやるか。ありがとうございます。もうちょっといじってもよかったんだけどね。後でご飯おごるからもうやめてください。私の分も頼むんだぜ。それじゃ、いいねして次のコースをやっていくる。トゲコンボが壊す。ふう、やっと皆さんの前に姿を現せたな。絶世の美女、霊夢ちゃんの姿が見えなくて、みんな悲しかったんじゃないかな。画面右端の臭そうな赤まんじゅうだけ、非表示にしておいてくれっていうコメントがあったよ。嫌い嫌いも、好きのうちっていうやつですか？そこまでプラス思考だと、逆になんだか羨ましい気もするな。このステージだけど、初代マリオの後ろのコースだね。コースの名前にあったように、トゲコンボが道を切り開いてくれる感じなのかな？なんというか、コース全体の作りがうまくて、のめり込んでしまう雰囲気があるんだぜ。敵の配置も、簡単すぎず難しすぎず、遊んでてすごく楽しい感じになってるよ。私にフラワーくれちゃうんですか？これはもう一発クリアしちゃいますよ。すまん、予想通りすぎた。パワーアップして油断するなんて、愚か者のすることです。私の辞書に不可能の文字はありませんよ。お前はバカすぎて、辞書に書いてある文字すら読めないだろ。マリちゃん、それはさすがに言い過ぎです。バブルが出てきてるけど、あのコインが出てくる場所の目印になってるんだね。こういう優しさがあると、遊んでて嬉しいよな。あれ、カロンジャンプじゃ届かないよ。すごいよ、トゲコンボのおかげで階段ができたよ。そして中間ポイントからの、土管にお邪魔します。うまくタイミングを調整しながら、進んでいくんだぜ。あ、
右には赤コインがあるよ。すっかり赤コインのこと忘れてたね。これでやっと半分か。今はファイヤーはいらないね。お、またトゲコンボが道を作ってくれてるな。落ちたら即死ではあるんだけど、特別難しくはないね。これで赤コイン次のでラストだね。ハテナブロック叩かなかったけど、多分ファイヤーフラワーかな。お客様、何階へ参りますか？そうだな、屋上までよろしく頼むんだぜ。屋上は現在コンボで工事中のため、立ち入り禁止になっております。私はレストランフロアがいいな。そんなものございません。使えないエレベーターがあるだな。まさかボスですか？わざわざ出てこなくてもいいですよ。残念だったな霊夢。そういえば七光とやり合うのだいぶ久しぶりな気もするね。出てたのかもしれないけど、いまいち印象に残ってない気がするよ。トゲトゲの配置がちょっといやらしくて、グッドクラウンがピヨピヨしちゃうのが困るね。モフイよな。モフイね。モフイの意味が知りたい方がいたら、コメント欄に記入していただけたらお教えします。七光倒せたし、とりあえず扉に入る前に上をチェックしておくか。私がいつまでもお金で喜ぶと思ったら大間違いですよ。皆さん、霊夢の顔は相当ひっつって、痩せ我慢をしているようです。よし、これで全部揃ったね。それではお邪魔します。まあ、中には1アップだよな。100人マリオ用かな？あまり今は意味ないけど、やっぱり達成感あるよね。ヨウム、このコースはどうだった？いいねランキングによく顔を出す制作者さんのコースだけあって、原作マリオを遊んでるかのような感じで、とっても楽しく遊ばせていただきました。